こんにちは、モーです。よろしくお願いします。皆さん、鹿児島で変わった名字や地名が多いと思いませんか？鹿児島県民のね、皆さんは周りにそういう方々がいっぱいいらっしゃるので、気がつかないと思うんですけど、私はね、動画で何度もお伝えしておりますが、私自身は大阪生まれで両親が鹿児島出身です。そして私自身はですね、父親が北薩の肥薩、オレンジ鉄道の沿線エリアの地名にちなんだ名前で珍しい名前だったので、大阪にですね、住んでいた頃は、珍しい変わった名前ですねと、どこ出身ですかと、やいじられたりね、からかわれたりしたものです。ただ、鹿児島に来てからはですね、意外とお客様からも、私の友達に同じ名前の方がいますよとか、私の同級生にいました。また、息子の嫁さんが同じ名字でしたよと言われたりですね。あと、運転手さんは北薩の方の出身ですかねというふうに言われることが多いです。それぐらいね、鹿児島の地元の方にとっては珍しい名前ではないということだと思うんですが、日本全国でね、見てみると、やっぱりこの鹿児島の名前はね、非常に特殊で珍しい、そういう名前が多いです。そこでですね、今回は鹿児島の名前、苗字の謎、不思議な名前や地名を調べてみました。はい。そしてね、その由来など、その地域に多いのかといったことも含めて私なりにお伝えいたしますので、最後までどうぞご視聴よろしくお願いいたします。それでは、なぜ鹿児島には珍しい変わった名前、苗字が多いのか。これはね、いくつか理由があるようなんですが、一つはね、鹿児島、もっと言えば薩摩藩からの独特の理由があるようです。まずはね、薩摩藩が日本の中でも、飛び抜けて武士の比率が高かったことです。江戸時代にはね、皆さんご存知のように、士農工商という身分制度がありました。そしてね、この上部の武士階級はですね、他藩では、この武士層はですね、一般的に人口全体の 7% から 10% でした。ところがですね、薩摩藩の武士階級、武士層はですね、人口に比してなんと 30% 近く、他藩に比べるとね、はるかに高い数値で、これはね、藩内に今徳川とは対等というね、独立意識があり、何が何でもね、領土を守るというね、意識が働いていたからだというふうに言われております。またね、いざという時に対処できるように常にこう大兵力ね、武士団を維持に努めていたということの表れで、おそらく私個人的な感想なんですけど、関ヶ原のね、定期中突破、薩摩の軒口の頃からのね、徳川との外交戦も含めた教訓がね、ずっと薩摩の武士の多さに、この途上制度に続いていたというふうに思っております。はい。で、そしてこの武士の多さがね、名字の多さにつながっていたようです。あとは門割り制度という薩摩独自の制度が由来のようです。それではね、門割り制度とは何かということなんですが、これは薩摩藩独特の、そういう制度のようです。ちょっと難しい制度ですが、紙砕いてざっくりお伝えいたします。門割り制度とは、農民を数軒から多くても20軒程度のグループに分けて支配する制度で、そのグループには、地名などから取られた門名という名前が付けられ、門の頭である名字とその配下に置かれた名護がいます。門の多くは血縁から始まっているので、名字は本家、名護は分家という場合がよく見られ、この門は集落の一箇所にまとまって住み、定期的に藩主の命令で耕作地が交換されました。これはある門が、不作地を長年にわたって耕作する不公平をなくすための措置です。ということでね、門割り制度によって、本家と分家があったということで、区別するために名前が増えていったのかと思われます。あとはですね、奄美方面の離島に多い名前。これなんですが、どうもね、江戸時代に薩摩藩が一文字をね、強制したのが理由で、琉球の一部に偽装して中国との貿易を円滑に進めるためだったという理由があるようです。それではこれからね、鹿児島にある独特な名前、特徴的な名前や、地名等をね、紹介してまいります。まずはですね、鹿児島で多い名前ランキングです。まずはね、1位から50位までを上げてみました。どうですかね、皆さんの名前や知り合いの方の名前、友達の名前なんかがありましたでしょうか。
割とまあ普通にある名前も多いんですけど、鹿児島ならではのね、特徴もこの段階で現れております。まずは10位の松本さん、あと16位の坂本さん、あと22位の福本さんね、あと32位、35位の、岩本さん、山本さんですね。こちら下の漢字がね、本、ブックの本ね。こちらではなくて、元ね。はい、元帥の元ね。元ね。こちらが使われております。これはね、鹿児島の特徴的な、名前になります。あとですね、川和田さん、松本さん、有村さんね。で、坂本さん、福本さん、有馬さん。で、鮫島さん、福永さんね。この4つの名字はですね、鹿児島県でのみベスト30にランクインしておるようです。あと、数もね、鹿児島県民の方々が最多となっております。それではね、なぜ鹿児島県民だけこのように下の漢字を変えたりする必要があったのかですが、一つはね、冒頭の方で申し上げましたように、武士層がね、非常に多かったことに由来します。鹿児島、薩摩藩ではね、武士が多かったために名前、名字をね、たくさん作る必要があったようで、そのために、本をね、元元にしたりね、園をね、普通の園と、あと草冠の園と、こういうのを増やしたりということがあったようです。あとはですね、鹿児島県民納得の名前がですね、3文字漢字の名前がこうやたら多いということですね。と、これまあ名前もですけど、地名もこう多いということで、その代表的なね、例を挙げますと、鹿児島市だけでもね、このように真ん中に、のね、これがつく地名が、あります。たくさんあります。あと、人の名前にもね、この能ね、これが入る名前があります。で、冒頭でもね、お伝えした、門割り制度による、地名からついた、名前が多いようです。ですのでね、地名が残っていて、そのまま、明治時代になって、門割り制度の、地元の門の名前をそのままつけた、そういう例が多いようなんですよね。ですから、まあ、県民の皆さんはね、よくわかると思うんですけど、同じ集落のね、人たちは、同じ名字が多いというのはですね、この、門割り制度の角から来ているようなんですよ。で、一例を挙げますとですね、加古井さんって方が結構多いと思うんですけど、鹿児島でもよく、まあ、聞く名字なんですが、これはですね、江戸時代にあった角割り制度の、囲い角から来ているようです。角の位置の例としましてはですね、日置市伊集院中川、日置市伊集院、伊集院町、上神殿、南薩摩市加世田宮原、愛良市西持田、愛良市、加茂町下九徳、あと肝付郡肝付町宮下、にあった角から、来ているようなんですよね。うん。で、そして上白石さんね。上白石萌えさん、もがさん姉妹ね。鹿児島では有名なんですけど、こちらの上白石さんね、これ、薩摩仙台市宮里町に、江戸時代にあったその角割り制度の上白石角から来ているようなんですよね。で、角名はですね、上の白い石から来ているようなんですね。上、まあ上かな。うん。で、ちなみにね、下白石っていうのもこの、薩摩仙台市宮里町にあったようです。はい。で、あとはですね、柏木由紀さんの柏木ね。で、これ、柏木っていうせいね、柏木もそうなんですけど、日本全国にあるようなんです。で、まあ、柏木由紀さん自体が、おそらく両親ともね、鹿児島出身だと思うんですよね。そうなるとですね、この、柏木さんの名前なんですけど、金谷市紀北町諏訪原の、諏訪原小技の、柏木から発祥している、場合ね、地名は柏木。で、あとね、江戸時代にその角割り制度の、柏木門角があったということで、柏の木から来ているということでね。あと、江戸時代にあった、まあ、角割り制度の、柏木角から、角の位置の例で、愛良市西持田、と、金谷市釧路町の細山田、と、金谷市京区町上百匹かな、上桃引き、角による名前ということでね。あとはちょっと面白いところで、鹿児島県民、鹿児島にルーツのある方の名前の見分け方、また鹿児島のどの地域に多い名前なのかをね、ちょっと見てみます。まずはね、先ほども申し上げましたように、のね、これや、元元ね、がつく名前はほぼ鹿児島出身者だと思います。あとですね、その、まあ、ゾのね、がつく名前も可能性が高いです。そしてね、これも冒頭でお伝えしたように、
武士層がね多かったので、名字を増やすために一字プラスした、名前、例えばですね別府さん、西南戦争ね、で西郷さんの瀬事の解釈をしたね別府信介もそうですけど、別府さんの、頭とかねところに、なんか別の字がついたね、北別府さんとか西別府さん、あと今別府ね、今別府さんなどがあります。あとはですね士族ね、士族武士の、名前で多いのがね有のつく字が多いようです。例えば、有馬さんね、有馬ね、有村、有園、有島などのね、苗字です。そしてねよく使われる漢字が、園やね佐古ね、狭間ね、あの佐古ね、という漢字もね鹿児島ではよく使われます。サッカーのね日本代表にも選ばれたことがある、前園正清さんね、前園さんね、のその他にですね、奥園さん、奥園、あと西園、原園、園田、ね、寺園、大園、上堂園、あと四郎園、児童園さんね、そういう方々ね他にもたくさんあるんですけどね、園がつく名前です。であとね、佐古がつく名前ね、こちらはまあサッカー日本代表ね、大迫勇也さんね、こちら有名ですけど、で、まあ、大迫ね、これも雑魚とか濁らない大迫さん、で、迫田さん、迫口さん、と宮迫さん、と中迫さんとかね、そういう名前がね、迫生では多いです。あとはですね、離島に多い名前で、種子島では丸がつく名前が多いようで、一丸、福丸、薬丸、徳丸さんなどがいらっしゃいます。そしてね、変わったところでは、将棋の羽生名人、羽生善治さんね、こちらはおじいさんが、種子島出身のようです。あとですね、この羽生姓なんですけど、羽生結弦さんね、羽生さんは、これ羽生と書いて羽生ということでね、東日本と西日本でね、この、呼び方がね、若干違うようであるということをね、以前、テレビで、見たことがありました。あとはですね、元渋垣隊でタレント司会者の薬丸博秀さんなんですけど、ルーツはね、大隅半島のようで、種子島と、大隅はね、昔から深いつながりがありました。あと、戦国武将ね、薬丸、金正が、そのルーツのようです。はい。あとはですね、奄美大島方面の、名前で特徴的なのがですね、漢字一文字姓です。あたりさんね、はじめさん、佐藤さん、あと、木さんね、つかささん、ふとりさん、わたりさん、あと、のぼりさん、で、おさめさん、めぐみさんなど、の名前がありまして、で、なぜこうなったかというのはですね、江戸時代に薩摩藩がね、一文字を強制したのが理由で、琉球のね、一部に偽装して、中国との貿易をね、円滑に進めるためだったという、説があるようです。あとですね、この名前を見ていただいて、わかると思うんですが、歌手やね、タレントさんの名前がね、非常に多いです。はい。例えば現在もね、MC で活躍中のめぐみとしあきさんね。はい。本邪魔家の。で、あと歌手の渡康介さん。あと、はじめちとせさんね。あと、大河ドラマセゴトンで、テーマソングを歌った佐藤杏奈さんね。そして、MBC タレントの、太りゆきさんね。はい。歌唱士のね。はい。はい。で、まあ、多数の、著名な方々がいらっしゃいます。はい。ということでね、それではまあ最後は、鹿児島県民の名前をね、メジャーな方からマイナーな方まで一気にこう紹介していきますので、最後までちょっとご視聴よろしくお願いいたします。
ということでね、鹿児島の、名前、まあ、不思議な名前、ね、名字、いろいろな、地名が、ありました。ね、本当に鹿児島というところはですね、もういろいろなこう変わった名前、名字、地名がたくさんあります。今回ね、紹介しきれていないところもたくさんありますが、またね、また機会があればまた紹介させていただきたいと思います。はい。ということでね、また、これからもいろいろな動画を上げてまいりますので、今後ともご視聴よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。はい、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。さようなら。